どうも、たまです。今日も一日お疲れ様です。あつ森ではいつの間にかサイコパスキャラとなってしまった私ではございますが、今日は無人島生活2日目、楽しんでいきます、カット!ということで、はい、マスカット島で遊んでいきましょう。で、前回ですね、普通にま、テント立てたりとかして、で、最終的になんか借金をね、背負わされたんですけども、で、今回ちょっと DIY からやってみようかなと思って、たまちゃん、どうもどうも。何か僕に相談だなもん。何でも気軽に聞いてちょうだいな。じゃあ DIY、DIY ワークショップのこと聞こう。今無料の体験会、DIY ワークショップを開催中なんだなもん。参加してくれた方には体験で作った道具と簡単な DIY レシピをプレゼント中だもん。DIY は実態にこの島での暮らしに役立つから、たまちゃんもよかったら体験していかない？やってみまーす。うんうん、そこなくっちゃ。じゃあちょっと時間もあるし、今から社食始めるだなも。暇人なんだな、たぬきちはね。うん。よし。まずは DIY の手順をざっくりと説明しておくだなも。といっても手順はとっても簡単。作りたいもののレシピと材料を揃えればあとは作るだけ。ただし、その台みたいに道具が揃っている専用の作業台を使うこと。今回は実際にその作業台を使って釣り竿を作り体験してもらうだなも。それじゃあ先に材料を集めてきてもらおうかな。今回作る釣り竿に必要な材料は木の枝たったの5本。たったの5本ですよ皆さん。今だけ、今、ネットショッピング始めないでくれないかな。その代わりちょっとしょぼいけど、あ、しょぼいんだ。材料が用意できたら僕に声をかけてちょうだいね。実はね、みんな見て。ちょっとね、裏作業でね、集めたりしたの。あとね、これ母から、動物の森母からね、手紙が届いてね、サックランボがね、もらったんですよ。サックランボ。で、これも後でね、植えておこうと思います。けど、シャベルがないとね。あ、たまさん、もしかして材料の準備ができたのかな？じゃあ、いよいよ釣りジャーを作ってみるだなも。作業台で作りたいものを決めて作るだけだから、とにかくやってみて。了解なりのすけということで、これだね、作業台は。お、しょぼい釣りじゃん。しょぼいって書いてある。しょぼいってなんか他にないのか、なんか名前。しょぼいって何？確かにしょぼいな。これを作る。じゃあ作ります。私の初めての DIY。おー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 おお。しょぼい釣り竿ができた。やったね。うん、完璧だなも。こんな感じでレシピと材料と作業台さえあれば簡単にものづくりができるだなも。ということで、これ以上で、DIY ワークショップは終了でーす。待って、他も作りたい。なにこれ？焚き火とか作れんの？ね、さ、川を渡れるやつは作れないの？私、早くね、川を渡りたいの。でね、自分の領地を獲得したいんだよね。まあ、いや、ちょっと虫取り網とかも作っちゃおう。いいね、手際がいいね。お！シャボン網ができた。焚き火も作ってみる？作っちゃおう。これ何なんのこれ？焚き火。何に使うんだろうね。お、家具だ。家に置けるってこと？まあ、いや、終わりにしよう、とりあえず。早速、蝶々いるじゃん。よし。よし。ほんとだ、ボロいな。待って、こうかな？行くよ。ちょっと、慎重に。行くよ。はい！よっしゃ！ん？これは？モンキーちゃんを捕まえた。黄色くてキュート。かわいいね。あ、魚だ、魚だ。捕まえよう、早速。よし。さあ。さあ、ボロいけど捕まえられるかな？スルーされた。悲しい。私に釣られてみない？お！じらすね。はい、来た！これ何？ん？これは？タナゴを釣り上げた。小さくてキュート。かわいい。タナゴってあんなカラフルってか、待って。魚とかのグラフィックも上がってるからさ、もう素敵だね、ほんとに。待って、パチンコないよ、今、私。虫取り網で取れないこれ。おっ、ちょ、頑張って。宝を、ヒケットするのじゃ。無理だな。無理だな。まあ、いいや、ちょっと海で魚、ってか、待って。ねえ、マジ、海のさ、グラフィックめっちゃ綺麗じゃない？ねえ、もうどうしましょう、惚れちゃう。もう、あつ森に惚れ惚れする、ほんとに。さあ、おん？これは？アジだー！アジを釣り上げた。さて、アジはいかほどか？いやー、相変わらずのコメントなんだね、その釣った後の。あ、で、これ貝殻も拾っとこう。あ、喋りかけよう。
住民とのね、仲の良さをね、深めないと。よ、たま。あんたが選んでくれたテントの場所、なかなかいい感じで気に入ったよ。これからも何かと世話になるかもだけど、同じ島の住民同士助け合っていこうじゃないか。いや、自分で言っといて、って何？そうそう、住まい探しのお礼に、葉っぱの傘のレシピをもらっておくれよ。え、レシピってさ、もらうもんなの？あ、そうなんだ。てか待って。サイコ玉ちょっと頭に釣り竿貫通してるけど気づいてる？それ。ちょっとサイコパス玉、略して埼玉、地名になっちゃった。ねえ。私埼玉済みだけども。この島に来た直後、あまりにも雑草だらけの光景を見て、雑草を使った DIY をひらめいたのさ。雑草だって味方によっては島の大事な資源だからね。うまく活用して、シェーチェンペッテッペン。え？雑草も DIY に使えるってこと？あ、待って。アセックさん！おーい！ヨータマ、お前が決めてくれた場所、絶妙な感じだぞ。これからもお互い協力しながら仲良くやっていこうぜ。だー！そうそう、テントの場所探しのお礼にこれもらってくれ。だー。え、またレシピかな？え、スコップのレシピちょうだい。あ、帽子？そのワークキャップ、フレッシュマスカットで被るのにぴったりだと思うぞ。よかったら、X ポケットで選んで身につけてみてくれ。ま、気に入らなかったらすぐに脱いでくれて構わないからさ。だー。いや、そんなこと言わないでよ。ちゃんと身につけてみよう。これだね。え、すごい、帽子もらったんだけど。身につける。おお、すごいじゃん。なんかさ、待って。私が帽子かぶるとすごいサイコパス感がね、溢れ出ちゃうんだけどね。まあいいよ。あ、待って、虫取ろう、虫。よし。これはモンシロチョウかな？はい。よし、うまいぞ。ん？これは？モンシロチョウを捕まえた。白くてチャーミング。確かに可愛いね。博物館とかも早くね、あのね、建てたいね。え、待ってさ、ここら辺のさ、あの雑草とか抜いたらさ、DIY のさ、種類増えるってことかな？しかもさ、あの、環境的にも良くなるもんね、雑草を引っこ抜くっていうのはね。あの、動物の森ってさ、環境が最高になるとさ、スズランっていうのが咲くんだよね。あれですよ、あの、ヤンキー高校の名前じゃないですからね。あの、お花の名前ですよ。あの、スズランっていうのが咲くんだけど、それをね、ちょっと咲かせたいなと思って。まあ、やっぱり、まあ、どんだけね、主人公がサイコパスとはいえど、まあ、素敵な島作りをするには変わりないんでね。うん。で、ちょっと DIY をね、もっとしたいんだけどさ、これさ、木を揺すったらなんかさ、え、ちょっと待って！よし、捕まえて、あ、ちょんまいにんじん、りんぶん、りんぶん。捕まえてやろうと思ったのに、痛いじゃん。まあでも一回刺されちゃえばもうね、何も怖くないんだよね。蜂の巣もゲットできたし、まあよかったでしょう。あ！お金！おお！じゃあ木ゆすりまく、あ、待って、お話しよう。お前、それ蜂に刺されたんだろ？はい、とか薬を飲んでさっさと治しちゃえよ。だー。もうちょっとだけね、ゆすってみよう。うん。もう蜂に刺されたらね、もう一回蜂に刺されれば、もう、あ、え？スタンドマイク？何？ポケットいっぱい？ちょっと待ってね。ちょっとなんか物売りに行くわ。え、待って、何？私ね、アーティストを目指せってか？待って。葉っぱの傘、これどうやってやればいいの？覚えるとかできんの？ふむふむ。葉っぱの傘のレシピ覚えた。すごっ！すごい、一瞬で覚えたぞ。あ、消えた。もう一つあったよね、これ。素朴な DIY 作業台。え、作業台？覚える。ふむふむ。素朴な DIY 作業台のレシピを覚えた。え、作業台も作れるようになったってこと？試してみよう。さあ、あ、葉っぱの傘、これだね。これじゃ、まず先に作ろう。雑草で作れるんだね。すごいわ。おー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 。すぎょーい。え、もっと作る。え、待って、作業台作れるってなってたよね。どこだ？あ、これか！え、かわいい！苦はないね。え、作ろう。え、硬い木材とか鉄鉱石。いや、ちょっと待ってよ。鉄鉱石とかちょっとまだ私にはちょっと、ねえ、ダメだわ。できないわ。焚き火置こう。この辺に飾る。おお、これでキャンプの近くに、テントの近くにこうやってやって。ピッ。なるほど。君は手から炎を出すことができるのか。さすがサイコパスタマー。いや、目怖っ。魚のやつめ、おいらと真剣勝負、逃げる気か？いた？
ちょっと待って。やつが釣ろうとしてるものを私が釣ってやろう。さあ、池で釣れるのは何だ？ザリガニか？カエルか？よし、来た！あ、金魚？ん？これは、金魚が釣れた真っ赤なおべべだ。でもポケットがいっぱいだ。なんとかと入れ替える？あ、入れ替えよう、入れ替えよう。逃がしちゃったらね、また釣んなきゃいけないから。じゃあ、一旦ちょっと、そうだね。適当にここら辺のものをね、置いておいて。あ、で、そうだ。これも放置してたんだったわ。え、待って、なんかじゃあさ、家に置くか。なんか置こう。うん。じゃあ、何置こうかな。金魚。これ多分、見せびらかす？その辺に飾る。見せびらかしてみよう、まず。じゃーん。うん。これね、飾ると結構ね、いい感じになるんだよね。ほいさ。え、でかくない？え？でっか！え？え？待って待って待って、前作までは金魚鉢だったよ、ちっぽけな。ちっぽけてちゃった。かわいらしいね。マジか、じゃあ、アジは、これ、部屋に置くか、アジのフライにする、どっちかしかできないもんね。だから、飾りましょう。あ、これは普通の水槽なんだね。ちょっと一旦しまって、これ置いたらどうなる？あ、かわいい卵！めっちゃかわいいじゃん。ちょ、この辺に飾っておこうかな。ちょっとすっごい狭くなるんだけど。あ、これ外にも置けるんだったら外に置こう。ちょっと部屋が狭いの嫌だからね。よし、じゃあ勝手に家の周りに水族館みたいな、そんな感じのものを作っていきたいと思います。じゃあまずは金魚をね、この辺に飾りましょう。いや、外に置けるってすごいね、本当に。よし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 。いいね。よし。あとは、まあ、ここら辺はね、一回売っちゃってもいいね。うん。売りましょうか、じゃあちょっと。たましゃいらっしゃいませ。今日はどうなっしゃいましたか？買い取って。買い取りでございましたね。では、お売りいただけるものをお見せくださいまし。じゃあ、もうここら辺もろもろ売っちゃおうかな。オッケー、決定。いろいろお持ちくださったんですね。では、計算しますと。はい。では、合計1420ベルデンの買い取りでいかがでしょうか？いいよ、売っちゃうね。よし。待って、なんかさ、商品を見るみたいになったよね。商品見せて。なんか売ってんの？では、こちらをご覧くださいまし。あ！え、いいじゃん！ねえ、ちょっと高いな、燻製マシン。欲しいけど。ちょ、買っちゃおっかな。あ、待って！網とかも買えん、あ、パチンコ買おうよ、パチンコ。パチンコ買う、買っちゃう。売ってるんだね。DIY でしか作れないのかと思ってた。あ、待って、これお薬じゃない。お薬買おう。よし、お薬買いましょう。で、この目をどうにかしましょう。とりあえず1個。よし。じゃあ、あと、ディレクターズチェア。これね、おしゃれだね。買っちゃいます。よーし。そしたら、ちょっと買った。あ、待って、アゲハチョウがいる。アゲハチョウ。はい、アゲハ、よっしゃ。ん？これは、アゲハチョウを捕まえた、アゲアゲだ。そうだ、あと、お薬飲みましょう、お薬を、飲む。よーし、戻ったー。いつもの最高。よし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 。じゃあ待って。あとさ、買った椅子とかを置いてみよっか。そうだね。じゃあキャンプ場の、テントの前に、これ、ディレクターズチェア、この辺に飾る。よし！これ木の下の椅子みたいなの良くない？ほら、これ座ってみるよ。いくよ。ほい。あ、ちょ、被ってる。絶対目かゆい、それね。うん。でもうちょっと位置をずらそう。このくらいにしてみるか。このくらい、あ、いいね！じゃあ記念に写真でも撮ろっかね。こうやって角度変えてアップします。あ、かわいい！いい顔してるね！いいよ、いいよ。じゃあ、はい、チーズ。あ、目つぶってるところ撮れた！貴重じゃない？あ、たぬきマイレージがまた更新された？あ、これか！レシピを増やそう。マイルゲット！いただきまーす。あ、これもだ！フルーツ狩りを楽しもう。これもマイル達成してる。オッケー。あ、結構待って、ここら辺さ、マイルゲットできてんじゃん。どんどんもらってこう。でも3030マイルだよ。あ、待って、まだあった。どうしようか。今回さ、ローン返済までさ、やっちゃう？できるかな？ローン返済したいんだけど、なるべく。釣りをしまくったりとか、あとは、虫を取りまくる。なるほど。だからそのマイレージ集めのためにね、虫とかをね、捕まえたいと思います。そしてね、捕まえた虫とか売ればね、お金も貯まるし、一石二鳥だね。よし、どんどん捕まえよう。いた！あ、ごめん、間違えちゃった。
カレイを釣り上げた。見た？華麗な竿さばき。あ、ヒラメじゃなくてカレイだったね。あ、待って、パチンコ！パチンコじゃないよ、ね。あの、なんだっけ、プレゼント、パチンコあるから、もう早速、トロトロトロ。この影だね。行くよ。狙いを定めて。全然、全然見えてないけど。全然見えてないけど、いけるかな。あ、全然違うやん。ここ、いや、まあ、どういうことだよ、本当に。もう、ガバガバすぎて泣けてくるわ。行くよ。はい。あ、もう一回。はい。あれ？ちょっと待って。あ、ちょっと待って、待って。感覚わかんない。ここが、オッケー！来た。よし。やった！うち落としたぞ。じゃあ開けてみよう。何が入ってるかな？え、ランニングパンツ？え、ちょっと引きこもりの私に走れと？ねえ。まあ、いいや。身につけてみよう。あー！なんか涼しげでいいかも、ちょっと。ファッションセンス、絶妙的にないけど。どこだ？これだ！よし！よし！これで5000マイル貯まるよ。行くよ。ほら。はい、来た！よし！ということは？話しかけてみよう。たまちゃん、どうもどうも。何か僕に相談だな、もう。何でも気軽に聞いてちょうだいな。これが移住費用のこと。お、たまちゃん、移住パッケージのマイルを払いに来てくれただな、もう。必要なマイルは5000マイルになりまーす。払います！毎度ありのしけの天ぷら！何言ってんだ？はいはい、5000マイル確かに頂戴しただな、もう。支払いも処理だし、あとはもうご自由に暮らしを楽しんでもらったらいいだな、もう。あ、少々、ちなみになんだけど、たまちゃん、テント生活の具合はいかがだな、もう。おっと、これは？あ、もうすごい、ごめん、いまいちかも。あ、ごめん、結構落ち込んじゃった。ごめんね。まあ、このプランは、不便を楽しむコンセプトとはいえ、やっぱり不便だと困ることもあるよね。ごめん、そんなことない。結構楽しかったよ、テント生活。うん。ちなみに、もしどうしてもテント生活が我慢できないなら、この移住パッケージではご希望の方には、マイホームを建てるオプションサービスもご提供させてもらってるみたいな、もう！マジ来た？ねえ、私のマイホーム？もちろんこんな離島にお家を建てるのは大変だから、それなりに根は張っちゃうけど、マイホームの購入にはローンを組むことができるから、そのことは心配ご無用なんだが、まんなもん。ということで、もしお家を快適に暮らしたいならまた相談してちょうだいね。おっと？おっと？そうそう、それからもう一つ、たまちゃんのために、たぬきマイレージのマイル交換サービス登録が完了したじゃな、もん。これから、タヌポートにアクセスすると、マイル交換サービスをご利用いただけるから、これからもぜひチェックしてみてね。それじゃあ、今後とも、無人島生活を楽しんでちょうだいな。じゃあ、早速、ちょっと、マイホームの話を聞かせてもらおうか。何か僕に相談なんだな、もう。何でも気軽に聞いてちょうだいな。マイホーム。おー、たまちゃん、マイホームをお持ち決心がついたんだな、もう。テント生活も楽しいけど、本格的に根を張るんなら、お家の方が広くて快適に暮らせるだな、もう。ちなみに、お家を建てるとしたら、9万8000ベロのローンを新しく組んでもらうことになるけど、どうだな、もう。マイホーム建てちゃうだな、もう。もうそれくらいなら全然いいよ。うん。お願いします。やばい！毎度あり！じゃあ、工事の手配を進めるからね。ちなみに屋根の色は発色の中から選んでもらえるだな、もう。この中から好きな色を選んでるだな、もう。やばい、ちょっと待って。マイホーム建てられんの、もう。赤、ピンク、黄色、黒、他の色は？青、水色、緑、紫。待って、どうしよっかな。赤かピンクがいいな。悩むな。ピンクにしよっかな、ちょっと今回。オッケー、屋根の色はピンクだね。ではこれでタマシャンのマイホームを注文しておくだな、もう。説明は以上なんだな、もう。とにかく明日は素敵なマイホームが完成してると思うからお楽しみに。待って。ねえ待って、マイホームの場所は？ねえ、マイホームの場所は私が決めらんないの？ちょっと待って、それはいかんよ。まあ、そんなことはさすがにないよね。うん。よし。じゃあ、とりあえずもう、借金返済したわけだし、今回はこの辺にしておこうかな。で、最後に動物に話しかけようと。あんた、さっきもその辺にいなかったかい？まあ、いっか。世間話でも。そういや、昨日よく眠れた？この島、夜になるとマジで静かだよね。おかげで朝までぐっすりだけど、うちはもうちょっとくらい賑やかでもいっかな。
まあ確かにね、これからね、動物さんたちが増えるといいなって思うよね。よしよしよし。あ、釣りをやめたんだね、アセクさん。アセクさん。よ、ヒレ飯食べたか？だ。お話ししよう。お、おいらのお礼の帽子、かぶってくれてるのか？そうなの。気に入ってくれてよかったよ。結構似合ってるぞ。だ。まあ、気に入ってるとは言ってないんだけどね。はい、ということでね、今日はね、まあ、ローンまでね、返済することができちゃったということで、まあ、また明日ね、マイホームが出来上がるっていうのを楽しみにしていきたいと思います。ということで、今日も最後まで見ていただきありがとうございました。ぜひぜひ、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いいたします。では、明日も一日頑張りましょう、たまでした。バイバーイ。おつたま。